イーサン・ハビエル・ディアスは、プエルトリコのバーヤモン出身のプロ野球選手。右ト左ヒ MLB のマイアミ・マーリンズ所属。プエルトリコ生まれだが、4歳の時に、一家で、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、スプリングフィールドへ移住している。2014年の MLB ドラフト2巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。なお、契約しない場合は、 バンダービルト大学へ進学の予定であった。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグダイヤモンドバックスでプロデビュー。49試合に出場して打率。187、3本塁打、21打点、6盗塁を記録した。2015年は、パイオニアリーグのルーキー級、ミズーラオスプレイでプレーし、68試合に出場して打率。百六十。 13本塁打、五51打点、12、盗塁を記録した。2016年1月30日に、ジーン・セグラ、タイラー・ワグナーとのトレードで、アーロン・ヒル、チェイス・アンダーソンと共に、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。シーズンでは、参カの A 級ウィスコンシン・ティンバーラ・トラーズでプレーし、135試合に出場して打率。六十四、二十本塁打、七十五打点。 11盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2017年は A 級カロライナマドキャッツでプレーし、110試合に出場して打率、222、13本塁打、54打点、9盗塁を記録した。2018年1月25日にクリスチャン・イエリッチとのトレードでルイス・ブリンソン、ジョーダン・山本。 マンテイ・ハリソンと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。シーズンでは、A 級ジャクソンビルジャンボシュリンプとトリプル A 級、ニューオーリンズ・ベビー・ケークスでプレイし、2球団合計で119試合に出場して打率。232、13本塁打、56打点、14、盗塁を記録した。オフの11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人、枠入りした。 2019年は開幕をトリプル A 級ニューオーリンズで迎えた。7月にはオールスターフューチャーズゲームのナショナルリーグ選抜に選出された。8月5日にメジャー初昇格を果たし、同日のニューヨークメッツ戦にて2番二塁手で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは49試合に出場して打率1735本塁打。 23打点を記録した。ありがとうございます。